地域に新しくお目見えしたお店を紹介するニューオープンのコーナーです。リカルド君頑張ってね。西宮市久保町からご紹介。酒蔵が立ち並ぶエリア久保町に7月にオープンしたばかり、新鮮な野菜と鶏料理の炭火焼きが自慢のお店、ベジタブル&チキンラバーズキッチン。近くのサラリーマンや主婦らでにぎわうというこちら、ランチタイムが夕方5時までというのも嬉しいところ。朝引きの淡路鶏を使ったレアステーキセットをはじめ3つのメニューから選べます。リカルド君は淡路鶏のレアステーキセットを注文。お刺身でもいただける淡路鶏を贅沢に使ったこちら、お味はいかが？いただきます。めっちゃうまいですよこれ。皮のとこはパリッパリって感じてたんですけど、柔らかいんですよねこれ肉。その辺の鶏とはちゃいますよ。これ鶏肉と食べたらやっぱ合うと思いますね。体に良さそうです、とっても。先ほどリカルド君に食べていただいてたランチはもちろん、夜の営業もやっております。夜の営業の方は、鶏と野菜を中心にした炭火焼き料理をご用意して皆さんのお越しを待ちておりますので、よろしくお願いいたします。いやリカルド君って、もう半年以上経ってじゃないですか。そうですね。だんだんレポート上手くなってきてません？あ、本当です ね。もうでも私たちはこう見守れるのでね、成長ね、良、はい、かったなと思うんですけども。なんかもうちょっと物足りないですね。あ、本当ですか？もうちょっとなんか面白いとこ見せほしいな、今度は。よろしく。